方ラッシュ、夕方ラッシュ、ポブのポンポン夕方ラッシュ、チンチンポンポン夕方ラッシュ。安楽亭だよ。安楽死。3000円で食べたら。わあ、フェレット散歩さしてる。かわいい。ね、フェレット散歩してたよ、今、じいちゃん。ポブが吠えたから、多分フェレットちょっと反応してた。3000円はねえな。食べ放題で。かわいい。この辺でフェレット買ってる人がいるなんて。狭い家じゃ買えないよ。ケージとか大きくしなきゃダメだし。めんどくさいね。めんどくさくないし、別に。西陣パチンコ通うのにさ、あれだよな、高速道路の料金いくらかかんねんみたいな感じになっちゃうよね。出たスカイラインだ、スカイライン。ちょっと鬼キャン。ウィングあった方がいいな。どっちでもいいと。私はあった方が好きだ。なんかドラえもんみたいだよね。ちょっとね、タイヤが短足っぽい感じにね。耳をかじられちゃったドラえもん。ポン、なんか右反りすぎてる、ね、後ろ。だから、お兄ちゃんって言うんだよ。じゃあ、左側に比べて右の方が反りすぎてる。あ、タイヤ？うん。本当だ。それとも今ここが斜めの急斜面だから。いや、違うよな。おかしく。てか、すごい左寄ってるね。あ、おかしくな。バランス悪いんじゃないの？あのタイヤ、左右で、ハの字が違うから。うん。あれ、危なくないんきや、逆に。あ、同じぐらいで同じぐらい。まあ、真正面だから。いや、そんなことない。右の方が若干飛び出してて、左そんなんでもないよ。もらったんじゃないの、安く、うん、っていうか、そういうのやんなほうがいいと思うんだよ。あんまり俺好きじゃないんで、うん、だってドミジュガンパー右の方が飛び出してるよ、うん、なんか平行なハの字じゃないって言えばいいのか。あんまり俺鬼キャンって好きじゃないからさ、うん、ダサいと思う。鬼キャンっていうかキャンバーのプラスね。マイナスだとこっちなの、どっちも嫌だけどね。マイナス走れんのだってこの内股じゃん、ちょ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 無理じゃね。内股どうやって走るんだよ。
うちはやっぱタイヤまっすぐの方がかっこよくて好きだな、特にスポーツカーは。3ヶ月前の商品だから、出品者の人があんまりメルカリ見てないのかわかんないけど、値下げ交渉してもらえるかって聞いて、そっから2、2日ぐらい経っても反応ないんだけど、スルーされてるっていうよりは多分気づいてなさそうだよね。うん、なんか3ヶ月前の商品だから放置されてんのは。洗練されたデザインだから何をしなくてもいいと思うんだな。うん、やっぱり右のタイヤの方がちょっと気持ちがハの字になりすぎてるよ。地面についてるタイヤのさ面積やっぱ違うの、左右で全然。一番端っこが特に。そんなずれることあるの？ずれるか、まあ正規じゃないからやっぱずれるのか。事故りそうだよね、ずれるって怖くない？ほら、全然違うじゃん。うん、まあ、危ないよね、あれ。逆、なんか非常に、まあ、誰か前来てくれよ、なんか嫌だな、あの車。別に大丈夫だよ。一応スカイラインとして認められない。プッ、どうせ回ってくんだろ。木そんなにやっぱ出回ってねえんだな。音劇、まあでもまだあるからね。うん、まあ、バレるよな。うん、なんかあるんだろうね、やり方。どういう風にやってるかは知らないけど、あんまり私あのイベントを詳しく理解してないんだけど、うん、あれって要はそこの店でその景品と交換したいんだったら、その店のみでポイント貯めなきゃいけないってことだよね。そうだよ、併用はできない。そういうことだよね。他の店で貯めたやつは他の店、そこの店以外では使えねえよって言ってるんだよね。多分できないと思う、併用は。でも多分そういうことだよね。うん、じゃなかったらだって結局そこの店で遊んでる形跡は一切ないのに交換だけしに来たって時点でおかしいって発想ならんもんな。そのやり方がよくわからない。どういう風な画面なのかわからないけど、どうなんだろうな。いや、と見たって普通の画面だと思います。ただパスワード違うからバレるとは思うんだけどね。同じだったらなんか同じですけどみたいな。それ何枚か巧妙に作ってるかなんか知らない。あー、そういうことか。うん、要は違うそのスクショみたいなのも持ってるってことか。可能性あるって高いね。さすがにバレるよ。